はい、皆さんこんにちは。ドクターマッスル肌です。今日はですね、全身ボディメイクエクササイズご紹介したいと思います。今日はケーブルとこのケルベル使っていきます。で、お腹にしっかり力をグッと入れて、腰を反りすぎないように背筋を伸ばして、まずはケルベルを引き上げます。この状態からランジしてしながらローイング、引き上げながらローイング、引き上げながらローイング、ローイング。注意ポイントは、右足と左足のこの足の裏しっかりこう右足つけるんですけども、どちらかというと前足側に体重をしかけます。結構こう手を上げてる時にこう後ろ側に行ったりとか、腰が反ってきますので、後ろ側に体重をいくというよりは、しっかり前の足に体重を乗せていって引く、乗せていって引く。で、体もこうひねらないように、骨盤がこうひねれないように上げたまま引いていきます。引いていく、引いていく。引く時は背中の筋肉で引いていくんですけども、上がる時はしっかりお尻と太ももの筋肉を使って上がる。で、どうしてもフットレベルがあるのでグラ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 しやすいんですけど、これを体幹、腹筋と背筋のインナーマッスルでコントロールするというのが大事です。はい、皆さん今日もこれで終わりたいと思います。またお会いしましょう。さようなら。